皆さんこんにちは、助産師のしおりぬと早川あこみです。ということで、今日は早川あこみさんと一緒に、東京駅の近くにあります丸の内の森レディースクリニックにお邪魔をしております。子宮頸がん検診とかで実際にどんなことをするのかとか、婦人科って何を聞かれちゃうんだろうとか、そういったご不安がある声たくさん聞きますので、今日はこちらでいろいろ伺っていきたいと思います。婦人科ってこう行ったことないとどういうことされちゃうんだろうってすごい不安だったりとか私もあったので、ちょっと今回しおりぬさんと実際に中を見ていって、はい、少しでも参考になったらいいなと思っております。そうなんですよね。ではよろしくお願いします。お願いします。行ってみましょう。はい、ということで今日ご案内いただけるのは産婦人科医の孫美穂先生です。こんにちは、孫です。今日は本当にご協力いただいてありがとうございます。今日はこちらのクリニックをツアーさせていただいて、子宮頸がん検診ってどんなものかご紹介をしていきたいと思います。はい、ということで今日はその子宮頸がん検診についての取材にお伺いしてるんですけれども、子宮頸がん検診って他のがん検診と比べて若い女性のうちから検診が進められているがんとして特徴かなと思うんですけれども、どうしてこう若い世代の受診っていうのが大事になってくるんでしょうかね。そうですね、大体がんっていうのは人生の後半になることが多くて、特にまあ男性がよくかかるがん、胃がんとか肺がんとか、そういうのはまあ70、80っていうのがまあボリュームゾーンだったりするんですけど、まあ、女性は男性に比べてこうかかるがんで若いものが多いっていう特徴があります。例えば乳がんとか子宮体がんとか卵巣がんとかも、まあ、40代、50代、60代でちょっと若いんですけど、その中でも子宮頸がんは20代、30代に急増していて、若いうちに検診を受けないと早期発見できないっていうようながんなんですね。まあでもその原因としては、そのまあ子宮頸がんというのはもうかなりはっきり原因が分かっているがんの一つなんですけど、パピローマウイルスっていう、まあ性的な接触で人から人へと移るウイルスが原因なんです。でそれをもらって体に持続的に感染が起こると、そのうちの一部の人がこうがんに向かって進んでしまうと。なのでまあこう性交渉の経験がある人っていうのは、まあこうその時点から検診の対象になります。なるほど、うん、そしたらそれがその例えばコンドームつけてるから大丈夫とかよりは、もう性交渉の経験がある人は全員が対象になるって認識なんですよね。そうなんです、まあ、これが挿入をしなかったとしても、うん、コンドームをつけてたとしてもやっぱり感染っていうのは起こるんですね、うんうん、なので性的な接触をしてる人っていうのは、まあ、パピローマウイルスをこう持ってる機会があると考えないといけないんですね、うんうん、実際に1回でも性交渉をしたことのある人っていうのは人生で8割の人は1回もらう。なるほど、8割、うん、そうなんです。非常にありふれたウイルスの一つです、うん、そうですよね。それをこう早期に発見できた場合はこう治療の手立てがあるんですか。そうですね、子宮頸がんの検診の特徴はがんになる手前の段階で発見することができるっていうことがあるんですよね。 なのでちゃんと定期的にがん検診を受けている場合、なんかこの間正常だったのにいきなりもうがんですって言われるってことはまずなくて、なるほど、手前の異形成っていう段階で見つけることができます。なるほどなるほど。私も一回子宮頸がんの検診を受けた時に、それで中度の異形成が見つかって、その後こう精密検査とかに行った後に結局その後定期検診を重ねていったら今異常なしになっていて、なんかそういった感じでこうフォローしていける、見つかるのちょっと怖いなとかがん検診怖いなって思うけど、早めに見つかれば手立てがあるってところで、ね、やっぱりこうがんになる前に見つけられるっていうのはすごい魅力なんだろうなって思いますね、うん、そうですね、まあ、その異形成っていう段階で見つかると、まあ、体がこうウイルスを排除して元に戻って正常化する人もいたり、まあ、そのままこう進んでいって、なんか軽度異形成、中等度異形成、高度異形成ってなって、もうこれはもうがんになるなみたいな感じになってしまうと、まあ、子宮の入り口をちょっとレーザーで焼いたり切り取ったりする円錐切除っていう治療で、まあ、子宮を残して妊娠出産をすることもできるし、またその天寿を全うすることもできるっていうので、まあ、検診を絶対受けた方がいいっていうようながんですね。なるほど、とにかく早く発見すれば手立てはたくさんあるから早くから進められているってことなんですね。そうですね、うん、ちなみにその検診の受診率って日本だとどうなんですか。
かね。まず日本はですね、正確な受診率っていうのは分からない。なるほど。その例えば自治体のクーポンで受けてる人もいれば、職場の検診で受けてる人もいるし、なるほど。でなんか自分で人間ドック受けてる人とか、かかりつけの婦人科で定期的にやってる人とかいるので、分からないけどざっくり4割ぐらいと言われています。4割、諸外国に比べると少ない。そうですよね。海外だと結構7割8割っていう国もあったりしますもんね。そうですね。アメリカとかだと本当にがんになってしまったら、そう、死ぬの医療費が高いから、確かに、虫歯1本あったら何十万みたいな国だと、みんなやっぱりそう予防とか、危機感もあるんですね。そう、日本はやっぱりそういう意味ではやっぱりちょっと恥ずかしさとかが勝っちゃったりするんですかね、っていうのもあるのかなと。また我々婦産婦人科もね、そんなになんか気軽に行きやすい場所でないっていうのもあるかもしれない。なるほど。でもこうね、やっぱり早くに見つけて早くに治療するっていうのが大事なものだってことがよく分かりましたので、じゃあこれから実際にその子宮頸がん検診の流れっていうのを見させていただきたいと思います。お願いします。はい、ではまず初めはどういった流れになるんでしょうか。そうですね、まず来ていただいたら問診票に記入してもらいます、はい、でそれで答えてもらうのは、まあ、妊娠や出産のご経験とか、あと、はい、まあ、性交渉の経験の有無、そしてあの月経のことですね、最後の生理がいつかとか、生理不順がないかとか、あと生理周期とか、あとまあこう量や痛みが重くないかっていうのに答えていただいたりします。あとはまあ持病とかアレルギーとか、そういうまあ一般的なあの診療で聞くことと同じようなことを聞いてます。なるほど。実際その最初の問診で記入するようなことは、子宮頸がん検診以外の受診で婦人科に来た時に聞かれることも同じような内容ですか。そうですね、基本的に、まあ、婦人科に来ていただいたら、まあ、妊娠関係のことと月経関係のことを聞かれるの普通かなと思うんです。あとセックスのね、はいはい、なるほどなるほど。じゃあ結構こう自分でアプリとか使って月経周期の記録を取っておくっていうのは非常に大事、ね、そうですね。よくあるのがなんか診察室入ってからなんか生理のこと聞かれて、ちょっと待ってくださいまあ、とかもあるので、まあ、なんか自分でこうそれらについて把握してる方がスムーズかなとは思います、ね、なるほどなるほど、ありがとうございます。はい、では次はいよいよ内診ということで、皆さんもあまり見たことがない方多いかと思うので、一緒に内診室見てみましょう。せーの、じゃーん、ドドン、こんな感じになってるんですね。実際はここで内診をするので、洋服とかお下着とか全部脱いでいただいて、この椅子にかけるっていう状態になるんですけど、さすがに動画ではできないので、今日はズボンを履いたままで乗せていただきます。はい、では先生お願いします。はい、じゃあこれで本当は下だけ脱いでるんですけど、はい、まあ、これで内診台のスイッチを押すとですね、はい、こう背中が倒れながら台が上がり、足がこう勝手に開いていく、こういったタイプの内診台のクリニックが多いんじゃないかと思います。はい、どうです、いかがですか。いかがですか。はい、乗っている目線ではこんな感じで見れます。割とドクターと目が合うよね。本当ですね。なのでそういうのが恥ずかしい人はこうカーテンがついてるので閉めてもいいし、なんかカーテンの向こうで何されてるんやろみたいな不安な人は開けてもいいし、うちのクリニックでは選んでいただいてます。なるほどなるほど。でもほとんどの人はどっちでもいいっていうことなんですかね。ちなみに先生としてはカーテン開けてるのと閉じてるのどっちがやりやすいとかあるんですか。まあどっちでも一緒かな。でも最初すごいびっくりした記憶があります。腰がですねこう引けて逃げてると診察しづらいので痛いんですけど、まあこう骨盤をこっちに向けるような感じでこうドンとお尻をつけてもらうと、でこうゆっくり息を吐きながらしてもらうとそんなに痛くないと思います。リラックスできるように、まあ、こちらもお声掛けとかさせてもらうんですけど、はい、そういうのがコツかなと思います。ありがとうございます。はい、で実際にこの内診台の上で行う検査の内容っていうのがどんな形になるんでしょうか。まあこういったこれクスコ式筒鏡っていうんですけど、これをそーっと筒の中に入れてこれをそーっと開くとここから覗くと子宮の入り口が見えます、うん、なるほどなるほど。でこれをかけた状態でこういうこれは使い捨てのスワブなんですけども、はい、
こういうブラシになってます、ね、そんな感じなんだ。そうなんです。でこれで子宮の入り口をこうくるくるっと擦って細胞の入り口の内側にくるくるっと。そうですね、うん、この先ちょうど子宮頸管の中に、なるほど、こう細胞を広い範囲から取る、うんうん、あでも全然なんか実際に見てもらってる最中、うん、全然感覚がないんで、ね、これが入ってるの知らなかった。確かになんか中には綿棒みたいな、ね、ものを想像してる方も多い気がするんですけど、綿棒のところもあるかもしれないけど、こっちの方がごっそり取れるので、ごっそり検査するので細胞をごっそり取れた方がいい。先っぽ触ってみてもいいですか。どうぞどうぞ。あでもなんか全然こう柔らかい、柔らかいからなんだろう、もっとゴリッといきそうな気がしたけど、うんうん、大丈夫そう。多分擦られてる感覚はみんなそんなにないんじゃないかなと思うんですけどね。ちなみにこの検査の時の痛みって皆さんと結構伝えるありますか。うん、これを擦るから痛いっていうよりはやっぱり実況が奥まで入ってる時に痛いかなみたいな感じ、うんうん、なるほどなるほど。でもそんなにうちのこの実況は割とここの入り口の割りがこう細長くなってるんですね、はい、なのでそんなに入り口がめりめり開かないまま検査ができるタイプのものにしてるせいか、うん、そんなにすごい痛いっていう人は少ないけど、うん、でもそれこそ生理痛がすごく重くて、うん、子宮内膜症とかベースにある人はやっぱりもうちょっと骨盤の奥に物が入るだけですごい痛いとかもいるので、うんうん、なるほど、うん、まあ、ちょっといろんな方がいるから、うんうん、分かりました。ちなみにこの内診台の上に乗っかって検査が終わるまでの所要時間ってどれくらいですか。内診、あとそれで子宮トラックか卵巣が腫れてないか触ってみたり、うんうん、あと経血超音波ですね。あそれよく使われるやつだ。これ、うんうん、これにカバー、コンドームみたいなカバーをかけて中に入れるんで、はい、その太いもんじゃないんですけど、うんうん、とかにもよるけど、まあでも 2,3 分じゃない。お短いですね、うん、そんなこのたった 2,3 分でね、自分のこうがんになる前の早期発見ができるのであればね、非常に受ける価値はあるなというふうに、うん、あとは、まあ、もちろんそのがんを発見するっていう意味もそうだし、うん、まあ、子宮や卵巣の病気、うん、まあ、こう子宮内膜症とか子宮筋腫とか卵巣が腫れてないかとかを見るのも大事なことですね。大事ですよね、うん、私もあのエコーで何回かこう水が溜まっちゃってたりたのをちょうどその子宮頸がんの検診の時に見つけてもらったりもあったんで、なんかそういった部分もいろいろパッケージにして来ていただくのもいいのかなって思います、うん、ね。そう、私もいつも頸がん検診受けるとこの頸がん検診だけではなくてエコーも必ず見ていただくようにしていて、うん、子宮とか卵巣に異常がないかなっていうのを定期的にチェックできているっていう安心感も非常にあったりするので、そうだってさ、うん、せっかく婦人科に来て内診台に乗ってから、うん、そうね、ちょっともったいないですよね。経団検査だけはなんか損した気分になるそういうのだと見つからないね、他の病気もあるので。なのでこう検診行こうって思った方はぜひその超音波の検査も一緒に見てみるっていうのもおすすめなので覚えておいてください。はい、ということで子宮頸がん検診の流れを見させていただきました。ありがとうございました。本当にこう手軽な検査でね、しかもこう超音波でまとめてチェックしたりすると非常に安心感があるっていうことも分かったりしたので、ぜひこう皆さんもお気軽に行っていただけたらいいなと思ったりしたんですけれども、ちなみにこう子宮頸がん検診に関してコメント欄とかでも、うん、HPV ワクチン、子宮頸がんワクチンっていうものについて、うん、一時こう副作用がね怖いとお話が出たりしたのも聞いたことが皆さんあったりして、ちょっと怖いんじゃないかっていうイメージをお持ちの方も多いみたいなんですけど、その点はいかがですかね。そうですね、まあ、子宮頸がんのこういった検診っていうのは基本的にはもうそのパピローマのウイルスが感染してがんの方向に向かっていってしまった人の早期発見っていうようなものになります。でもワクチンっていうのはそもそもパピローマウイルスの中でもその悪性度の高いものにかからないようにするのが目的なので、うん、もう予防になるんですね、うん、なので全く意味は違うものにはなるんですけど、うん、それは予防できるに越したことはないと、うん、で外国なんかではみんなもう打ってて、うん、男子にも打つっていうのもあるんですよ、打つさないために知らなかった、ね、それに男子もがんになるから陰茎とか肛門とか、なので、まあ、公衆衛生上の観点から両方が打ってる方がいいっていうので、実際もそういったパピローマの感染が減ってきてる国もあって、まあ、日本では非常に打ってる率が低くて、WHO に何回も勧告を出されてるような状態です。で、副作用の報道もきっと見て怖い方も多いと思うんですけど、まずそういう方にお話ししてるのは、最近その報道見なくないですか。確かにあの時期でしたよね。最近見ないですね、うん、で、まあ、そういった報道も
きっかけとなっていろんな調査が行われたんですけど、まあ、現在もう科学的な検証としては進んでると言っていい状態で、まあ、特にこう日本だけ怖い副作用があるとかそういったことはまあ否定されているというふうに考えていいと思います。ベネフィットがリスクよりもはるかに大きい、まあ、打つということが妥当な判断だと言えるワクチンかと思います。はい、ありがとうございます。ということで、じゃあこれを機にね、婦人科っていう場所がどんな場所でこう検診大事だなとか気軽に行ってみようかなって思う方が増えたらとても嬉しいなと思います。じゃあこの動画が役に立ったぞと思った方はぜひチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。では今回の動画はここまでです。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。